今日も茶番まとめてみたぞ。またかよ、マリサさん。この人楽しようとしてますよ。ヘルライズしましょう。息を吸うようにヘルライズするのはここくらいだと思う今日この頃。もうこれ準レグでしょ。最近ね、新キャラ増やそうと思うんだよね。というわけで今回はこのチャンネル初のシリーズものである、最強フォーム解説の茶番をまとめてみたぞ。このチャンネルの定番、何も繋がってないというわけで、最強フォーム解説か、初期の頃と一番最後のだと動画の作りの歴史を感じるよな。そんな歴史を感じながら平成1期分の茶番を一気にどうぞ。どうも皆さんこんにちは。最近便秘気味なのでコーラック飲んだらどえらいことになったウプ主です。開幕からクソみたいな話やめませんか？ここだけに言ってね。タバレ。いやー実際なってみるとミサエのこと笑えなくなったよ。ほんとマジで。実体験ゆえの切実な感想。まあこんな話は一切関係なくてですね。な話で100トンなや。そしてライダーキックとして、空中に紋章を出現させそこをくぐりながら飛び蹴りを放つ、シャイニングライダーキック。その強化版に紋章を2枚出現させる強化シャイニングライダーキック。そしてラスボスに放った地面に紋章を出現させるパターンもある。ちなみにだが俺はため動作含めてアギトのライダーキックが一番好きだ。構えコピーして今でも真似してるもんな。御年24歳ウプ主。衝撃の事実。リアル年齢バラすなクソミコ。そして最後がファイナルベント。ドラグランザーがバイクモードに変化し火炎弾を連射後、そのまま引き潰す大技、ドラゴンファイアーストームを発動する。モンスター相手とはいえライダーが歴殺とはこれいかに。何安心しろレイム。マジモンの犯罪者ライダーもいるから問題ない。何が問題ないのか解目わからない。この技の突出すべき点はその威力。参考までにアギトシャイニングフォームの最大火力が90トンなんだが、霊夢さん、ドラゴンファイアーストームの威力はどのくらいだと思いますか？急な問題形式。まあわざわざ問題にするくらいだからきっと威力はもっと上。200トンくらい。残念450トンです。突然のインフレ。私の予想の 2.25 倍。だと。威力が判明してる中では第3位だな。ちなみに1位は1000トンです。インフレ極まっちゃった。そもそも勇気ライダーはみんな必殺技の威力バグってんだよな。こんだけの力を持っていながらあくまでライダー対戦の集結に使った神事は成人だぜ。さすがは満場一致のバカだな。ふざけんな餃子作るのうまいんだぞ。ツッコミどころはきっとそこではない。ファイズライダーはみんなスペック低いんだよな。ちなみにバイクのオートバジンのバトルモードの方が数値高いという。バイクに負けるライダーなど見とうなかった。バジンターンをバカにするなら消えてもらうがよろしいかな。ごめんなさい殺さないでください。この必殺を補うのがフォトンブラッドという物質なんだが、赤く染まったクリムゾンクロスという部分にまんべんなく流れてるのぜ。それが流れてるとどうなるの？まあ簡単に言うと波のオルフェノクは触ったら死ぬ。歩く災害で草。変身方法を説明すると、左腕に装着したラウズアブゾーバーにスペードクイーンのアブゾーブカプリコーンを装填しスペードキングのエボリューション効果サスをラウズすることでフォームチェンジ。横文字多すぎてさっぱりわからん。ほえー、でその設定が活かされた場面は、黙れヘルライズをオーソライズしてプログライズさせるぞ。視聴者さんに浸透してるからって味しめるな。ふっふっふっふ、ついに我がこちら側に権限する時が来たか。待っているがいい人間ともよ。すぐにこの世界を混沌の渦に引きずり込んで。あ。はいというわけで今回はこちら。仮面ライダー最強フォーム特集、パート2。ほう、では早速始めていこうか。いやその前にどちら様ですか？なんだ小娘、我を知らぬのか。こいつの名前はドラグブラッカー。仮面ライダー勇気の劇場版に登場した悪の仮面ライダー。仮面ライダー優雅の契約モンスターだ。小娘よ、その愛称な脳みそに刻みつけておけよ。なんでこいつこんな上から目線なの？そりゃお前、我はモンスターだし、何より劇場版のラスボスを飾ったのだ。故に、血はでかくて当たり前なのだよ。いやラスボスは厳密に言うとお前のご主人様なんだけどね。奴の手柄は我のもの、我のものも我のもの。それがこの世界の常識だと我は学んだぞ。それ絶対教材猫型ロボットだろ。まあ教材が何かはともかく、今回からドラグブラッカーが実況メンバーに加わるのでよろしく。ふっ。わざわざ我を呼んだのだ。今回は存分に我をピックアップした内容になって。あれ？ねえ、我いないんだけど。そりゃ別にお前テーマと関係ないし。いや待て我。我がダメでもせめて勇気をピックアップすればワンチャン。あ、ちなみに勇気は第一弾に終わったよ。じゃあもう漫画読むか。実況には参加してくれ頼む。だが100メートル1秒と走力はなかなかのものだぞ。それにその他のスペックもアルティメット空間は劣るが高い。赤は勇気、黒は優雅を表す色。強力なのは地名のりであろう。それはちょっとこじつけが過ぎないかな。察してやれよレイム。初登場回なのに別に主役でもない現状を受け止めきれていないんだ。我は誰？ここは人間界。ほら見ろショックで記憶を失ってる。喪失の仕方が中途半端じゃない？ちなみに100メートル1秒は時速に変換すると360キロマイジ。現在新幹線の最高時速が320キロマイジとされているので、こんな重厚な見た目の割に新幹線より速いとかいう化け物だ。当然バイク乗るより走った方が速い。仮面ライダーとは一体、ところでアームド響きにはどんな機能や性能がついてるの？性能？だってファイズとかブレードとかにはスーツに何かしら機能がついてたじゃない。こんだけスペックが高けりゃすごい機能がついてるんでしょ。
ありません。え、ありません。スペちゃんノリ映ってますよ。我は衛星フラッシュ推しだ。馬娘の話は広げなくていいんだよ。ライスさんが来てくれないよ。広げんなつってんだよ。てかないってどういうことよ。どういうことって言われてもな、ないもんはないんだよ。参考までにこれがファイズブラスターフォームの弧。いろいろ記載があるわね。そんでこれがアームド響きの弧だ。すっからかんで草。いや本当にどこ探しても何にも書いてないんだよな。ライダーズ館に響きの弧ができたのが割と最近で、詳細がまだ記載されていないだけかもしれぬが、それでも他の媒体でも一切情報がないとなると意図的やもしれんな。そもそも響き自体が常人離れした特訓で肉体が変化したライダーであり、ゴテゴテとした機能がないのは納得はできるんだけどな。つっても肉体変化型のライダーでも特殊機能が皆無なのは前例ないのぜ。そもそも空画のような外的要因からの肉体変化と違い、特訓による自発的な変化だからなのかもしれないのぜ。まあ要はあれだ、鍛えてますからってやつだな。鍛えた結果アルティメット空画に次ぐスペックとかシンプルにヤバくね。安心しろ、みんなそう思ってる。肉体変化型ライダーの中でも極地みたいな存在だからな。その代わり専用武器について解説しようと思ったんだけど、こっちも全然記載なかったわ。あっちもこっちもすっからかん。反面強化に伴い相応のリスクもあり、発生した波動に適合する必要がある。この波動に適合しなかった場合、多大な疲労感、強制変身解除に加え一時的に変身能力を失ってしまう。劇中では断気、正気、とどろき、そして響きですら一度は適合できなかったのぜ。結果変身能力を失ったわけだな。主人公すらそのざまなんて。じゃあどうやって適合したのよ。え、鍛えた新手の脳筋ですか。そしてサイクロンの方はさらにヤバい。全エネルギーを集約し、竜巻状の超巨大エネルギーを放出。敵を跡形もなく吹き飛ばすとんでもない威力の砲撃だ。その威力ゆえに反動が凄まじくカブテクターを展開させる必要があるぜ。まあ、それでも完全に殺しきれはしないみたいだけどな。そんじゃ試しに我がチャンネルの新人くんに威力体験してもらおうかな。初登場の新メンバーを初っ端から殺そうとする精神異常者。ふん。ここまでくれ。なおこの技の射程距離は100キロあります。殺意が高すぎる。まったく、死ぬかと思ったぞ。なんで生きてんですかね。さらに最強技である、フルスロットルブレイク。この技の発動時ターンテーブルを高速回転させる使用上、タロスズが座った椅子も高速回転するので漏れなく全員目を回す。イマジンにも三半規管ってあるのかしらね。しかしその名称聞いたことがないが。そりゃそうだろ、劇中では一度もこの名称が用いられたことはないんだぜ。まあそれ自体は珍しくはないんだが、陽太郎は全く別の名前を勝手につけてしまうのぜ。へぇ、なんてつけたの。電車機。センスのかけらもなくて私は泣きそうだよ。当然タロスズからはそうツッコミを食らった。そうでしょうね。いや逆に新しいかもしれぬぞ、この勇敢精神でね。いやドラえもん参考書にしてる時点で今さらか。まあブラッカーのセンスがドブ川に放るレベルなのは置いといて。誰がカーネルサンダースだ。言ってねえよ。もうこれ基本携帯使う意味なくない。うん、だから終盤ほぼ出てきませんでしたね。しかもこの携帯歴代でもトップの速さで登場しており、だいたい30話から40話の間に登場するのが通例なのに対し、こちらはなんと24話で登場している。普通なら中間携帯が登場して活躍してる頃なんだがな。やめろよ、ドガバキフォームだって頑張ってるんだぞ。こらこら、最強携帯が出しゃばるのが早かったせいで1回しか登場しなかった携帯の話はやめて差し上げろ。ウプ主追い打ちって知ってる？威力40の悪技。誰もポケモンの話はしてない。もっと言うと全身を防備するインペリアルアーマーは、核爆弾の爆発の中心にいても無傷なほどの超強固な鎧でもある。なあ、いつも思うんだけどさ、それ鎧は守れても中身は守れてんのかね。知らねえ。さらにタスロットに内蔵されたスロットを回すことでモンスターフィーバーを発動。アームズウェポンとタスロットを合体させより強力な武器として扱うことが可能だ。鉄柱ではガルルフィーバーとドッザフィーバーが使用されたな。どちらも強烈な威力でファンガイアを葬り去っているな。そうだな、なんか一つ忘れてる気がするけど、一つだけ影も形もなかったウェポンがあった気がするけど、気のせいだな。あっはっはっは。東映許すマジ。仮面ライダーディケイド、コンプリートフォーム。ディケイドが軽タッチを使用して変身する最強形態だ。いやいや、ウプ主さすがに私を舐めてるわよ。王道した赤まんじゅう。黙れキメラ、こんな体にカード貼り付けたライダーいるわけないでしょ。知識の薄い私を騙そうったってそうはいかないわよ。心外だな、特撮に関して俺は紳士だぞ。まあそうは言っても疑う気持ちもよくわかる。だが真実だ、受け止めろ。最近ではこんな現実まで飛び込んでくる始末だ。こんな現実は受け止めたくない。まあまあ、司役の井上氏も5年で慣れたんだ。霊夢も慣れる。演者ですら5年かかるなら私は去年まで無理だよ。ちなみに異名は歩くライダーズ感だ。これ公式設定な。公式も疲れてるのね。ただし召喚したライダーは石を持たず、動きはディケイドと連動しているのぜ。おのおの自由に戦わせるってわけにはいかないのね。まあそれやっちゃうとディエンドがいらない子になりかねないからな。やめろよ、ラスボスになって襲ってくるぞ。バイオレンスすぎでしょ。てかブラッカー全然喋ってなくない？そういえば。おい、生きてるか。ああ、我は復讐に生きている。なんでお前もバイオレンス化してんの？許さんぞ。世界の破壊者め、よくも。
よくも、ふむ、曲がりなりにも仮面ライダーの相棒ポジションだったんだ。世界を破壊せんとするディケイドに思うところが、よくも我をかませ犬にしてくれたなぁ。あ、違う、めちゃくちゃ支援だったわ。ディエンド戦だけでは飽き足らず、二度も我をコケにしよって、呪ってやる。末代まで祟ってやる。お前呪術に頼るタイプだったの？まあライダーの中でも鉄頭鉄尾悪役だからな。ある意味重宝されてんだろ多分。てかそれだったら大魔王はどうすんだよ。愚問だな、うく主、決まっておろう。この身を全て捧げてでも首を折る。お前ジャイアンよりスネ夫のが似合ってるよ。はっところで、なんでブラッカーを実況メンバーに加えたの？おいおい霊夢、わかりきったことおっくな。崇高なる我を実況メンバーに加えることで、チャンネルに花を添えようとしたのだろう。程よくネタにできる都合のいいキャラだったからだけど。ちょっとミラーワールド解放してくるわ。思いとどまってくれたのむ。改めて見ると我の扱いひどくね。お前の初期のジャイアニズムキャラって一体どこに置いてきたんだ。道頓堀に捨てた。自らカーネルになるな。動画の枠もだいぶ今と違うんだよな。にしても動画2本なの20分超えるってどんだけ茶番やってるんだよ。どうでもいいけど次はまとめじゃなくて普通の動画投稿しろよ。まあそろそろ CSM バースドライバー届くからそれのレビューもしたいしな。ちなみに今月はアトベイルドライバーとジューガドライバーも届きます。そろそろ本格的に考えないとな。レビュー動画も最近やってないですし、そろそろ投稿しなきゃですね。いや、おもちゃの収納を考えないとなって。収集するならそれくらいしっかりやれよ。